めちゃめちゃ印象深くて、あとは、まあ、あの時若干ちょっと3分の1ぐらい話聞いてなくてごめんねっていう3分の1聞いてなかったいやなんかね、なんだろうね、魔法にかかってた。かわいいってそんな彼女欲しいなってとかだとね、すごいメール読めなかったりもするので読んでいきたいなと思います、はい、それでは早速メールを読んでいきます。ゆうかしネーム、じゅんすけさん、こんばんは。以前金沢さんが某配信アプリにて、みんなあまり知らないだろうけど井上舞子と本当に仲いいんだからねとよくおっしゃっているのを耳にするのですが、あら何か仲良くなったきっかけとかはありますか？二人の仲が実は好きなのでぜひ聞いてみたいです。嬉しい嬉しい。なんかね、結構言われるんだよね、まゆちゃんと一番話してなさそうとか。そう結構意外と言われるから、そう言ったの、まゆちゃんと仲いいんだよっていうお話をさせてもらって、でもなんかそのメールをさっき読んでいつだろうって思い返した時に、なんか自分すごいその当時はめっちゃ